皆さんこんばんは、半蔵です。今日は何しようかなと思って、何しようかなと思ってじゃないね、ちゃんと目的があってこうスタジオに来ております。一曲今日は完成させましてね、依頼お客さんから依頼されている曲、今日は完成して、歌詞とそれから歌入りの、音源を送らせてもらいまして。ちょっと一息しております、ね、皆さん非常に喜んでくれるんで、 YouTube とかちょっとずつこういう形で、やっていきたいなと思ってます。まあほとんど家と事務所の往復しかしないんですけど、あとは吉野家の牛丼とか au ショップとかそんな感じですかね。いつも行ってたセブンイレブンでも感染者が出てしまって封鎖されてますよね。笹塚にセブンイレブンですけどね、封鎖されちゃって、まあ、そこは僕はほぼ行かないんで大丈夫だと思うんですけど、明日は我が身かななんて思いながらちょっと不安なところあるんですけど、まあなんとか自分は作詞作曲という仕事もあるし、スクールという仕事もありますし、昨日もLINE 電話とそれからスカイプでレッスンを受けた方いらっしゃいましたね。あとは携帯電話でもできるようにしようかなとも思ってます、うん。まあ、携帯の場合は顔が映らないんで、ちょっと僕の方は寂しいんですけどね。まあ中には顔を映したくない人も多いんで、それもいいかなと思ってます。コンテストもね、早くやりたいですね、どんどん延期になるから。随時東京の人はここに来ていただいて受けるとか、中部とか兵庫県の三宮とか名古屋はそうですね、なんか少人数で時間を変えてやったりとか、そんなことも今ちょっと考えてます。なんとか皆さんとね、きちっとした形でコンテストも終わりたいと思ってますんで、いろんなご連絡はさせてもらいますので、ぜひ首を長くして待っててください。なんか歌おうかな泣くちゃダメなんて、この人生切ないね、もう涙は枯れ果てた、残るは抜け殻。でもね、でもね、好きなんだあなたのすべてが。そう酔いながら怒るとこ、語る熱い眼差し、それは長い夢の中で目切ないで聞いていただきました。まあ切ないでもこの部屋で作ったんですよね、この今座ってる場所で。眠りつくまでもいいかな。
ありがとうございました。またお目にかかりましょう。半蔵でした。